とりあえずこの2週目はテストをとりあえず無事勝つことができてよかったな。明日の日曜日、まあゆっくり休んだ後また訓練頑張りましょう。日曜日、この2週目の日曜日ってそんなになんかイベントがあったりとかはしないのかな。一週目はね、カンナさんとちょっとお出かけしたりとかもあったけど、大道具部屋のマリア、ところてんの話かな。前回、ここでところてんの話したもんね。じゃあ、まあ中庭行こうか。アイリスに話しかけて。あ、なんか誘ってくれる。あ、ちにちゃん、遊ぼう。しりとりじゃんけんクイズ。しりとり。そうか、遊び方を選ぶっていうパターンがあるんだな。じゃあ、しりとりをやろう。うん、いいよ。じゃあ、アイリスからね。最初は、アイリスだよ。すね。いきなり負けんのはちょっとな。一回ぐらいはつなごう。じゃあ、スイカ。か、カメラ。ラ。ラインダンス。ずいぶん、なんか、普段そんなにそんなに使わない言葉だよね。これおそらくラインって喋ってごまかしてラインダンスって言ってちょっと付け足して逃げたパターンだよね。ラインダンス。スイス。スか。もう一回ぐらい繋ぐか。スパイス。あー、嫌なことするな。スイススパイスっていう。スで続けていくっていう。ス攻め。ス攻め。またす、するめ。そろそろ、負けてあげようか。め。じゃあ、名人、にしようか。えへへ、んがついたからアイリスの勝ち。あー、楽しかった。ありがとう、ちんぎちゃん。まあ、このぐらい、4往復ぐらいがいいんだろうな。今日は日曜日だから、訓練はないんだったな。よし、定撃内でもブラブラしてみるかな。じゃあ、ブラブラ。まあ、ブラブラでもいいし、育成でもいいしね。どうしようかな。ブラブラするか。まあ、じゃあ、桜さんとこ行こうか。うえ、かやま。やっぱり、不意に出てくるから笑っちゃうな。やあ、大河くん。俺は、かやまゆういち。大神とは大の親友だ。君が帝国歌劇団のことをどれだけ知ったかクイズね。はい、わかりました。幸せだな。じゃあ、行きますよ。さて、問題だ。桜さんのリボンの色は、そんなの序の口でしょ、香山さん。赤ですよ、赤。正解だ。桜さんが乗る後部の色は、桜色ですよ。色なんてめちゃめちゃ簡単ですよ、ピンク。正解だ。桜さんが最有機で演じる役は、今回は町娘なんだよね。これですね。正解だ。完璧ですよ。桜さんのことは何でも知ってる。以上でクイズは終わりだ。君の気持ちはさくらさんに伝えておくよ。アリオース。じゃあ訓練なくて暇だなっていう話をして、この15日目日曜日にもイベントがあることがあるのかな。そこは知りたいよね。まあ攻略本だろうな、次の時とかにね。ちんぎちゃん、見回りご苦労様。や、アイス。明日も頑張ろうね、ちんぎちゃん。じゃあね。結構ちゃんと励ましてくれんだよな。先輩らしいよな、こういうところ見てると。はい、じゃあ、16日目ですね。育成しようかな。マリーの面倒見ようか。マリの世話でもするかなーで。まあ、アニメーションは相変わらずこれか。気のせいか、喜んでいる気がするな。わからん。画面からはわからんけど、多分そうなんだろうな。喜んでるんだろうな。まあ、じゃあ、居合の訓練してだね。居合の訓練がとりあえずやっぱバランスよく上がるからね。ここはうまく使いたいけど、前回の戦闘の反省はやっぱ当たんないターンがあるから命中率はどうにかしたいよな。マリアのトレーニングをちょっと
この3週間目は重点的にやった方がいいかな。そういう計画でいきましょうか。結構かすみさんとかもこの辺にいるな。ゆりさんもいて、つばきちゃんもいて、まあブロマイドもいいタイミングで買いたいよね。あー、さくらさん気になるな。こういうとこにやっぱいると気になるね。ステージのマリアさんも気になるな。どうしようかな。ちょっとステージとか行ってみ、あーでもなんか道具部屋気になるな。こういうとこ行っとけばミニゲームとかも拾えるかもしれないしな。さくらさん、お掃除ですか。手伝いましょうか。早速ね、率先してやりましょうよ、こういうことはね。手伝いましょうか、さくらさん。いえ、自分でやりますから。それじゃ、こんななんか盛り上がんないことある？まあそうだよな、わかるわ。これでもなんかさ、率先してもう掃除やってる人に手伝いますかとか、なんかやりますかっていう風に聞いても、あ、もうやってるからいいですよって言って追い払われちゃうんだよね。なんか職場体験とかを思い出したわ。まあでも命中率がとりあえずちょっと補えてきたな。じゃあ見回りに行って、袖にマリア、舞台に桜。なんかこのシチュエーション集会1個目の時も見たな。やっぱお部屋行きましょう、お部屋。アイリスのお部屋に行って。いらっしゃい、ちい兄ちゃん。お部屋やっぱイベント必ずあるな。あ、そうだ。せっかくだから昔話してよ。いいよ。何の話しようか。大正時代の昔話は明治話なのかな。はい。いいよ。じゃあ、浦島太郎を話そうか。後々、桜さんがね、後輩の二人と一緒に、浦島太郎コンクールに出るからね。詳しくはあのコラボ出演しているレビュースターライトのちょっと動画見てください皆さん。わーい。昔々あるところに浦島太郎という男がいました。ある日、浦島太郎は浜辺でいじめられている、ワカメもいいけどな、まあこれ真面目にいこうか。多分ボケてもあんま面白くないんだよな。あの着替えのくだりのノーパンじゃダメだよとかっていうのはめっちゃ面白くないからな。カットしてるかもしんない勢いだからな、ボケた時の回答の面白くなさ。仮面を助けました。助けられた仮面は俺に浦島を竜宮城に招待し、そこで彼は、助けられた仮面は俺に浦島を竜宮城に招待し、彼はか、これだな、美しい乙姫と出会いました。すると、白い煙が出てきました。まあ、お弁当でも嬉しいけどね。海から持ってくるから腐ってんのかなとかいろいろ想像しちゃうよね。白い煙が出てきました。そして、浦島太郎はヨボヨボのおじいさんになったとさ。まあ、なんか原作だとタイムスリップっていうか、時間がかなり経過してたみたいな話になるんだよな。確かね。その竜宮城で過ごした時間が実はすごく長かったっていうような展開なのかな。桃太郎とかもね、子供向けのやつと元々の話とは全然違うっていうしね。そういうの面白いよね、結構ね。おしまい。え、ボケるべきだったの？嘘だろ、アイス。嘘だろ？ボケるべきだったのか。そうか。お弁当とかワカメとかにすればよかったか。こういうこともあんだな。なんか、女心って難しいね。なんか普通の話だったね。でもありがとう。今の子には普通の昔話は面白くないのかな。なんか、切なくなっちゃった。ちょっと昨晩のことがショックです。カンナさん、ちょっと話しかけてみるか。カンナさん、すみません。おお、いってー。カンナさんが突然ドア開けたから僕のおでこにぶつかった。我慢しようか。くっ、倒れないぞ。
今のガンって手応えなんだ？うわ、タイガー、もしかしてぶつかった？ごめんごめん。でもよく倒れなかったな。偉いぜ。偉いかどうかよくわかんねえけどな。とりあえず部屋で少し休んでいけよ。あ、終わった。あっさりしてたな。まあ1回目の集会目の時には見られなかったカンナさんのイベントがね、ちょっと見られたっていうのはいいですね。なんか微妙にイベントで信頼度を上げきれてない感じがあるよな。こういう時大神さんに聞きに行った方がいいのかな。今どんぐらいかみたいな、ちょっとやってみるか。初めてだけど。大学んじゃないか。何か用かい？隊員からの評判を聞く。これ初めて使いますね。まあ俺のところにこういう時は来いっていう風に1日目に喋ってたからね。ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。聞きたいこと？これでそうだね、評判を聞く、アイリスからの評判を聞いてみましょう。アイリスの僕への評判ってどうなんでしょうか？うん、そうだな、アイリスのタイガ君への評判はまあまあといったところかな。特に悪い話も聞かないし、かといっていいという話も聞かないな。そうか、1個目の集会の時のカンナさんを聞いてないから、ちょっと比較対象が分かんないんだけど、でもこの18日目だよね、今。物語も終盤に来るっていう段階で、そうだよね。カンナさんの時はさ、このぐらいのタイミングで、連続技を作るっていうイベントがあったよね。で、1日訓練休んでいいから、あたいのトレーニングに付き合ってくれっていうやつが2回ほどあって、それでちょっとそこからは次の日曜日にね、お出かけの約束が入ってとかになったもんね。もしかしたらちょっと停滞してるのかもしんないね。難しいな、どうしたらいいんだろう。そうですか、ありがとうございました。結構ちゃんとヒントになったな。これ2週目の時にやっといてよかったね。3週目以降もちょっとヒントになりそうだな。18日目でまあまあっていうのがこの後どういう風になるかっていうのをちょっと見ていきましょう。うん、頑張れよ。まあ頑張れよっていう風に言ってくれるってことは、隊員との関係づくりも体験入隊の重要なね、要素の一つだっていう意味で喋ってるよね、きっとね。じゃあ育成重要な気もするな、そうなると。あー、でも連鎖イベントとかもあるからな。連鎖っていうか、ちょっとお昼の行動が夜なんか誘ってもらえるとかにつながることもあるからな。おお、お出かけ服じゃん、珍しい。ってかちゃんとこれもあるんだね。パジャマもあって、緑の私服もあって、ついでに言うとブロマイド黄色のね、桜通貨の夏服だしね。アイリス服装のバリエーションいっぱいあるなぁ。いいね、これ嬉しいね。あ、しんいちゃん。ねえねえ、この服似合う、めっちゃ似合う、好き、これめっちゃ好き。もう、すごくかわいいよ。もうこれしかないでしょ。すごくかわいいよ。本当に？わーい、褒められちゃった。さくらにも見せてこようっと。ねえねえ、さくらーとかっていう声が聞こえてきそうな気がしますね。命中率上げようか、もうちょっと。もうね、脇地に逃げられないように命中率をどんどん上げましょう。さてさて、じゃあ夜の見回りに行って、あ、調理場にさくらさんいるね。いや、これ見ましょう。これマリアさんが衣装部屋にいる。もうあれしかないでしょう。はい。マリアさんも懲りないよな。あ、大学。夜に部屋で何やってんの。何してるんですか、そんな可愛い衣装を手にして。ちょっと可愛かったからつい。似合いますよマリアさん、もちろんそれ着てくださいよ。お世辞はいいわ。あれ、そうか。それより、このことは誰にも言わないで。
わかりました。そりゃね、言わないでって言われたら言わないでおきます。わかりました。誰にも言いません。いやでも本当に似合うよマリアさん、それ着てよ。ありがとう、助かるわ。さ、見回りを続けて。まあそうだよな。よく考えたら見回り中ですからね私ね。はい、じゃあ行こう。あ、育成やっとこ、育成。マリーの世話して少しでも変化あるかな。まあ前、あ、おお、なんだなんだなんだ。寝かしつけてないか。ん、なんだかマリーに話しかけられたような。ちにちゃん、アイリスだよ。